まずまあ序盤にボール握られる展開が多くて、なかなかチャンスを生み出せない時間が続いたんですけど、まあ背後を取りに行く姿勢を見せることで相手の矢印を折ることができて、チャンスにつなげられたので、ああいうクロスってのはウェリーが中にいるので、いいボールを上げれさえすればウェリーが決めてくれるっていうのはあるので、そこに集中して蹴ることだけをイメージして入ったので、それが点につながってよかったですね。去年から逆サイドにボールがあるときにクロスに飛び込んでいくっていうのは意識して取り組んできたことなので、それが今日、このアビスパに帰ってきて、得点に結びつけられたので、そこは、まあ、僕の成長した部分なのかなと思いますし、まあ、もっともっと最後も決めれる場面もあったので、ああいうのをしっかり決めきる質を求めていかないといけないのかなと思います。絶対に勝たないといけない相手ですし、まあ、このスタジアムでたくさんのお客様が来てくれると思いますし、その方々に、僕たちアビスパ福岡のプライド、まあ、皆さんもプライドがあると思いますし、それを一緒に一つにして必ず、勝ってみんなで喜びを分かち合いたいなと思います。